い、皆さんこんにちは、しらたんです。はい、大変お待たせいたしました。やっと質問コーナーの動画を上げたいと思います。ではしらたんの質問コーナー始まるぞ。レッツゴー。ヒントに一つだけ持っていけるとしたら何？スマホ。質問、前髪ってこのまま継続それとも伸ばす？このまま継続。炙りカルビ。シラタンは肌を焼く派、焼けたくない派。これからも応援してます、ありがとうございます。私はもともとジグロなので、気が向いたら日焼け止め塗ります。一番におめでとうございます、ありがとうございます。好きなアーティストさんとかいますか？トリプル A さん。行ってみたい外国はどこですか？ハワイ、アメリカ、韓国。ちなみに韓国は卒業旅行で行く予定です。いつもしているスキンケア教えてください。この質問をたくさんいただいたので、今度動画にしたいと思います。今までやってきた習い事は？バレエ、ピアノ、習字。水泳もやろうとしたけど人見知りすぎて無理でした。いつも見てます、1万人おめでとうございます、ありがとうございます。シラさんの最近ハマってることありますか？昔の写真を見返すこと。お気に入りのコスメ教えてほしい。ケイトのラッシュマキシマイザー。1万人おめでとう、ありがとうございます。部活してましたか？小学校の頃は金管バンド部、中学校の頃はバレー部、高校は家庭部です。1万人突破おめでとうございます、ありがとうございます。しなたんに質問です。私は服を買うときすごく迷ってしまう優柔不断です。しなたんは服を買うときどうやって服を決めていますか？直感。ズバリ、今彼氏いる？可愛いからいるよね。私は彼氏はいません。好きな YouTuber は誰？この質問もたくさんいただいたんですけど、たくさん好きな人がいてすごい迷ったんですけど、私はやっぱりゆうりさんが好きです。バレーボールやってます。どうやったら上手になりますか？バレーボールはとにかく練習。メイクは何歳からしてる？メイクは中2からし始めました。事務所って入ってるの？入っています。韓国に行ったことありますか？これもさっき答えたんですけど、韓国行ったことがないので卒業旅行で行きたいと思います。モデルは誰が好きですか？私は石田ニコルちゃんがとても大好きです。彼氏何人いました？そもそも彼氏ができたことがありません。レズとかではないです。何のカメラでいつも撮ってるの？私はキャノンの EOS って読むのかな、 EOS M3 っていうカメラを使っています。動画編集ソフトは何を使っていますか？キュートカットプロを使っています。一番お気に入りのアクセサリーは、やっぱりフープのイヤリングが私は好きです。ショートにするつもりはある？ありません。洋楽とか好きですか？おすすめあったら教えてください。洋楽大好きです。最近はずっとリトルミックスさんのノーモアサッドソングにハマっています。好きな海外 YouTuber さんはいる？います。キャサリンライズさんとケイタリアさんが大好きです。好きなスポーツは？バレーボール。スノー派？ B612 派？私は B612 派です。しなちゃんこんにちは。こんにちは、いつも見てます、ありがとうございます。質問です。よく見るあるいは好きな雑誌は何ですか？私はずっと S かわいいを愛読しています。ディズニー好きかわからないけど、ディズニーで一番好きなキャラクターは、アリエルかスティッチで迷うんですけど、今はアリエルが大好きです。小学校の頃はスティッチが大好きすぎてぬいぐるみめちゃくちゃ持ってます。英語は話せますか？全く持って話せません。化粧品と服だったらどっちにお金使っちゃいますか？断然服。好きな動物は？犬。 50m 走何秒？確か 8.6 秒。お気に入りのプリクラ機は？私はキュントが大好きです。これからの目標と意気込みは？これからの目標はとりあえずチャンネル登録3万人を目指したいと思います。もチャンネル登録して見ていただいてる皆さん本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。私は高身長女子で164センチあります。とてもコンプレックスで悩んでるんですが、シナタンは自分の身長で悩んだりしたことはありますか？私も168センチで結構高いので、なんか身長差が激しい子と遊ぶときはヒールが履けないのが残念だなとは思います。でもやっぱり身長高い方が何かと服も着こなせると思うし、スタイルもよく見えるから、私は身長高くてよかったなって思ってます。もちろん身長が低い子もめちゃくちゃ女の子らしくて可愛いなと思って羨ましいです。一人暮らしですか？違います。生きがいしているコスメ教えてください。ヒロインメイクのスムースリキッドアイライナー。これは本当ににじまないので神です。キノコの山はタケノコの里どっち派ですか？タケノコの里。占いは信じますか？そう、私本当に最近占いに行きたすぎて、ちょっと今度誰か行きましょう。口に何個マシュマロ入るか。1個目、2個目、
目玉焼きにかけるものは醤油。いつも思うんだけど、なんでピアスじゃなくてイヤリングなの？私まだ高校生で、高校がピアスが NG なので、卒業したら穴開けようと思います。コンプレックスは耳です。本当にこの立ってる耳が本当に嫌で、髪の毛とか下ろしてると、私髪の毛にボリュームがないので、耳が髪の毛からピョンって出ちゃうのが本当にコンプレックスです。好きなアイスは、悩む。もう私本当にアイスが大好きで、結構ため買いとかしてるんですけど、最近好きなのはやわもち。朝起きたらまず何する？ SNS チェック。よく聞く歌教えてほしい。私最近トリプル A さんのビートトゥギャザーが大好きで、よく聞いてます。身長高いって前の YouTube で聞いてたけど、私は背が低くて悩んでます。何すれば背高くなる？何してた？私はなんか小学校の頃に一回熱が出て、学校を2日か3日ぐらい確か休んだことがあって、でずっとその時本当だるすぎて動けなくて、ずっと寝込んでたんですよ。でその熱が治って学校に行ったら、学校の先生にめちゃくちゃ身長伸びたねって言われて、だからやっぱり寝ることが大事かなって思います。あとはよくジャンプしてると身長が伸びるって聞いたことがあります。頑張ってください。ギターはもともと？もともとです。ブラジル人のミラクルビラ配りって3回言ってみて。ブラジル人のミラクルビラ配り、もう一回。ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り。大丈夫。はい、今回はこんな感じで質問コーナー終わりにします。本当にたくさんの質問ありがとうございました。そしてめちゃくちゃ遅くなってしまって本当に申し訳ないです。また何万人突破企画とか言って質問を募集して質問コーナーしようかなと思うので、またその時皆さん質問してくれると嬉しいなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。お疲れ様でした。